どうも、山ちゃんです。デモン X マキナ、実況プレイやっていこうと思います。今日からね、Steam で無料配布されたゲームで、どんなゲームなのかっていうのをね、試しにやっていこうかと思います。アーマードコアを作った制作人が作ってるゲームなんで、アーマードコアですね、見た目が。で、ロボットアクションゲーム。そして開発が任天堂ですね。スイッチでもともと発売されてて、後からスチーム版が出たということですね。よし、じゃあ始めよう。ニューゲーム。以下の報酬を獲得しました。地球が、なんだ、壊れたのか。あ、墜落したんだね、こうやって。月が壊れたんだね。今の落ちたらもう滅亡だぞ。お、俺が主人公かな。いや、こっからですね。お、まずはキャラクタークリエイトですね。山ちゃんでいきます。入力した名前はマルチプレイ時にも使用されます。決定後は変更ができません。二度と帰れない山ちゃん。はい、マイルドヤンキーの山ちゃん出来上がり。おお、イケメンだな。いいぞいいぞ。強そうだよね、顔だけ。フォー、リンクアセプト。おはようございます。私の名前はフォー。あなた方アウターとオービタルとの接続役、正確にはオペレーターです。先ほど神経接続端子の移植手術が完了しました。それに伴いオーバルリンクでのあなたの生体データが更新、オービタルへ登録されます。こちらがオービタルからあなたへ貸与されるアーセナルです。いいね。傭兵登録のため適正検査を行います。中央端末からオーダーを受注し、準備終了後出撃してください。やった、ロボットもらえた。あ、こうやって走れるんだ、面白い。足も速いめっちゃ速い、めっちゃ速い。準備をするんだね。オーダー、オービタルより通達があります。はい、オーダーを受けて出撃する。オファーオーダーを受けることでストーリーが進む。オーダーを選び出撃しましょう。じゃあね、初ミッション行きましょう。オファーオーダー、ランク E、 適正 AI の殲滅。うん、開始でいいのかな。ハンガー。いやー、まあ最初はいじれないな。かっこいい。なんか BGM がいいな。 BGM ワイルドでいいわ。開始。Welcome to battle。 アーセナル起動シーケンス開始。データリンクテスト正常。ジェネレータープール正常。エネルギーリミッター解除。電磁走行稼働中。いいね。正常値で稼働中。武器安全装置解除、すべて正常に稼働中。起動します。くっそかっこいいやん、今の登場。さっと乗り込むのね。これよりあなたのアウター適正確認テストを開始します。これは実践ですが力を抜いてください。脱力大事。
これで落とされる人はまずいません。本テストにはベテランの傭兵2名が立ち会い人として随伴します。わざわざありがとうございます。ウエストセブンのリーパーだ。適正テストの立ち会い人として同行させてもらう。リーパーよろしくな。私はパンツァークラウンのクイーン、よろしくね。おう、よろしく。適正確認テストの立ち会い人は実績のある傭兵から無作為で選ばれます。無作為で選ばれる。テストに際して不正がなかったかを監視し、またあなたの生命に危険が及んだ場合は彼らが対処します。うん、助けてくれ。フォーの言う通りよ。もし危なくなったら助けをこいなさい。ま、この程度で死にかけるようじゃテストは不合格だろうけど。余裕やろ、フラグか。あなた方アウターの命はこのオーバル、ひいては世界のための貴重な消耗品です。もっともあなたが達成するであろう利益よりアーセナルを壊す確率の方が高いとみなされればその限りではありませんが。問題児だね。理屈は結構よ。さっさと始めましょう。フォーの言った通り、このテストで落とされる人は滅多にいないわ。難しいことは何もない。ただアウターの感覚に従えばいい。迷った時は自分の命を優先しろ。イエスサー。それでは適正確認テストを開始します。始まった。それではレーダーを確認してください。レーダー、青いラインを越えればテストが開始されます。はいはい、そういうことね。指示に従い指定された座標まで移動してください。あー、自由に空飛べるんだね。レーダー上の表示物、エネミー、オーダーのターゲット、はい、アーセナルの段階、弾薬、黄色。まあこういうのはね、結構やりながら覚える派なんで僕は。移動、カメラ、 A ジャンプ、長押し、離すハイジャンプ、うん、移動、飛行モードを解除、スイック押し込みか、空中で A で飛行状態、はい、ブースト、移動中に RB、 押し続けると高速移動、スタミナがなくなると一定時間ブーストで飛行ができなくなる。早い。よし、始まったぞ。ロックオン。ショルダーウェポンとオーグジュアリー LB、 ショルダーウェポン、オーグジュアリー X、 肩やパイロンにも様々な武器を装備することができる。ミサイルはロックオンができると。あー、十字キーで装備を変える。長押しで武器のパージ。はい、 OK、 いくぜ。待機状態を確認しました。これより適正検査を開始します。それでは次のテストへ移ります。模擬戦闘シーケンスを展開中。これより敵 AI を破壊してください。敵からの攻撃を受けると VP ゲージが減少します。 VP ゲージはアーセナルの耐久値を表しており、ゲージがゼロになった場合適正確認テストを強制中断します。はいよ。モニターの中央サイトに敵を収めるとロックオンできます。ロックオンが完了したら攻撃してください。細かい火器管制は全て OS 側で行われます。敵の攻撃を避けるにはブーストを使用してください。ブースト了解。攻撃をかわし、また敵に急接近することができます。ちゃっちゃとやろうぜバトル。やりてんだよ。味方はどこだ。ローズクイーン、行くぞ。タンクによる、VP 開始、回復。まあ最初はまだいいね、この辺はね。あ、これか。こんなガトリングしかないのか俺は。弱いな。武器何があるんだろう。なんかある。アサルトライクゲット、弾も入手。いいね、めっちゃかっこいい。すげえテンション上がるこれ。ほら、操作が慣れんな。
カメラもうちょい速くてもいいね。ブレードとか使いたい。目標の敵 AI をレーダーに捉えました。やべ、間違えた。直ちに破壊してください。どこだ、いて。多少エイブもいるんだ。あ、でもロックオンしてくれるね、近づいたら。ただアサルトライフルを撃つことしかできない。こんな弱々でいいのか。残り4。昔のアーマードコアってこんなに空飛べなかったんだよね。重さの関連だったり軽量化にしたり、なんだろう、結構頑張ってね考えてたんだよ。でも本作いいね、すげえ遊びやすくなってる。機動力高いのいいな。このオレンジ色を潰せばいいんだな。お疲れ様。俺たちは休憩したら次の任務。適正検査の結果はすぐに通達されるはずよ。それじゃまた戦場で会いましょう。ありがとう。確認テストを終了しました。結果は合格です。おめでとう。ありがとうございます。あなたに対してアーセナルのリンクキーが受給されました。またオービタルおよび各ネーションに傭兵として登録されます。今後は発注されるオーダーをこなし世界の平和に貢献してください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。平和守るぞ。隊長かっこよかったな。いいよね、ああいうリーダー。しゃあ。いや、めっちゃ面白い。このゲームハマるわ。ワイルドな BGM を聴きながら戦えるのいいね。オーダー。よし、じゃあ開始で、まあ武器はまだ装備とかないよね。装備な、何があるんだ。装備の変更、ハンガーではアーマードウェポンの装備が変更ができると。いや、特に変えれないな。まだ持ってないな。開始。Welcome to your battle。 レッグ装備は主に移動性能を大きく向上させるの。なに、わからないことがあったら俺に聞いてくれよ。手取り足取り教えてやるからさ。ジョニー、お前も同じだ。ちぇ、いつまでたってもこれだもんね。ガチャ、そろそろ新人扱いやめてくれませんか。ほう、作戦データをくれないか。伝達事項は以上です。作戦エリアに関する詳細な情報はデータを確認してください。ではオーダー開始時刻までに出動の準備を整え、ローディングエリアで待機してください。あとでな、ルーキールーキー俺。よっしゃ、先輩たちと戦うぞ。標識や車乗りを、一部のオブジェクトや敵などは B で掴めます。はい。フェムト粒子の濃度は軽微、電子機器へ影響はありません。各機のデータリンク開始、状態の通信開始です。オーダーを開始してください。オーダー開始。無事に戦場に出られたみたいだな。ようこそオーバルリンクへ。ここは何もかもがエキサイティングだぞ。エキサイティング？集中しろ。ここは直径2000キロの壁に囲まれた地獄だ。けぇ、これだもんな。人が悪いっすよ。あ、こうやって投げるんだ。まだなんだな。自分はジョニー G、バレットワークスに所属してる。もう一人の愛想がないのが校長だ。同じバレットワークスの所属で。コールサイン、ファルコン。覚えておいて。ファルコン、了解。のコールサインは本名だ。ファルコンみたいにかっこいいコールサインが良かったんだ。ジョニー G、かっこいいじゃん。コールサインは単なる識別のための文字のバレットワークス。そ
そうは言いますけどね、五条あ、いや、この作戦エリアは俺たちバレットワークスに任せた。他のエリアは他の解放旅団の受け持ちだ。会話楽しい。は慎重に選ぶことだ。選択を誤れば死ぬことになる。五条の言う通りだ。要はヤバいやつとは組むなって。傭兵の噂話ならいい評判も悪い評判も耳に入る。そのうち嫌でも覚えるさ。話を戻そう。ここはかなり前にスカイユニオンが占拠したエリアなんだ。しばらく時間が経つと再び AI が乗り込もうと侵入して、それを掃討するのが今回の王だ。いつもの害虫駆除だ。まあそういうこと。あいつら、あんたも知ってる通り、やばい、弾がなくなった。イモータルだけど、今回駆除するのはイモータルに捕獲されて AI を汚染されたアサルトライフルの兵器。戦闘能力はこのアーセナルに比べるべきもない。お祭りの射的ゲームくらいのつもりでやる。お祭りの射的ゲーム。手についたイモータルを破壊しろ。撃墜した分だけ報酬が上乗せされる。マジで作戦エリアから出るんじゃない。その辺りはコウがサポートしてくれる。はいよ、お任せください。それとオーダー中にアーセナルの装備を回収できることだ。これは拾ったやつのものだ。いいね。時々高価な装備が手に入ったり、武器が手に入るんだ。回収できる装備を見つけたら拾っておくといい。まあ大体ガラクタだけどね。説明はこんなものかな。固まって行動していても効率が悪い。散開するぞ。助けが必要なら自分かジョニーを呼べ。通信は以上だ。はいよ。さあパーティータイムだ。ぶちかますぜ。ヤッホーヤッホー、パーティーだ。こういうノリ最高、楽しい。会話がいいよ。ファルコン、取り合いだな。オーダー達成確認。機関シーケンスを実行。指示に従って帰還してください。え、もうクリア。もう終わりか。ルーキーも無事だったみたいだな。さあ、帰って。待て、ジョニー。嫌な匂いがする。何か来るぞ。五丁の勘。え？スカイユニオンのレーダー施設から、作戦エリア内にイモータルの出現が確認されました。目標データを転送します。来たね、バケモン。でけえな。タイタンじゃねえかよ。初めて見るぞ。各部位を狙え。ギガントクラス。やべ。なんだよこれ。危ねえ。なあ、これってヤバいやつじゃないか。スカイユニオンからオーダーの変更が通達されました。イモータルの足止めをし、これ以上の支配領域への侵入を阻止せよとのことです。お、ミサイル使える。ああ、やばい。それ敵か。五条、どうする。戦場が我らの命となり。これだ。ああ、くそ、やるしかないのかよ。バレットワークスの一員が泣き言を言うな。現象なら現地で何とかしている。ほら、言われちゃう。やるしかない。え、てか体力めちゃめちゃ食らったんだが。こんな高いところから飛んでペチペチ打つ。関節が食らうね。各関節を狙っていこう。やばい、2機倒さなかんのに大変だな。てか弾がさ全然ないわ。やばい、装備欄が少なすぎる。まずいぞ、弾がなくなっちゃった。アサルトライフルあるわ。こうアサルトライフルを取りながら撃ってくんやな。来たね、ロックオン。こうする風が吹く。耐えろ。風が吹く？どういうことですか？リッチでいた。少しは強くなったようだ。五丁、ジョニー G、下がれ、邪魔だ。少佐、勝利。悪かった、ジョニー G。ここは私たちに任せてもらう。ガンダムだ。
マジで。おお、私についていくのか。いつまでもあんたの後ろについている気はない。アムロ・レイとシャーダン、すげえ。これがギガントクラスか。私を殺したいのはわかるが、任務に集中してほしいもの。それにその程度の腕では私は倒せん。せめてこいつらを全て倒してみせる。やってやるさ。その後にあんただ。その息だ。いや最高、マジで。やべえ、今のやばすぎんか。オーダーの達成を確認。機関シーケンスを開始します。いやあれはやばい。あのガンダム、僕そんなあの原作見てたわけじゃないんですけど、やっぱテンション上がる。こんな大物を使うなんて。アーマードコアってかデモ X マキナすごいな。まあ機関までね、行こう。知らない顔がいるようだな。失礼した。私はクリムゾンロード、パレットワークスの副団長を務めさせてもらっている。もう一人が。俺はディアブロ。我が団の二人をよく助けてくれた。君のことは覚えてる。はあ、小遣い稼ぎのつもりがとんだ災難だったな。しかしさすが少佐と少尉だ。それでもお前たちは生き残った。それでいい。五長が褒めてくれるなんて珍しいな。また戦場で会おう。頼もしいね。うお、かっこいい。これからのオーダーのためにも必要な情報があればお伝えしますが、何かご質問はありますか？ご質問は特にないです。なんであんなかっこいいんですか、仲間が。それぐらいですね。救援に駆けつけた傭兵たちとの戦力差。アーセナルの戦力そのものはあなた方個人の能力に大きく左右されます、はい、特定ネーションのポイントを上げれば研究中の新兵器を貸与されること。兵器も使えるようになると。彼らのようになりたいのなら戦いを。了解。今は特にない。こっからどんどん強くなって俺もあの仲間に入れるようにするぞ。いや面白いですわこのゲーム。やばい。ってことでね、今日はここまでにしたいと思います。またライブか実況で遊んでいくんで、よかったらいいねとチャンネル登録お願いします。ではまた。